72分ベレーザ、この小林のターンから右足一閃。この前に何回かこうパス交換をして自分がどこにいるのかっていうのをポジションを把握してからのターンしてのシュート、素晴らしい流れですね。そしていいコース、本当にこう彼女の持ってるイメージ通りだったんじゃないかなと思います。さあそして加藤さん、このシーンでしたね。そうですね、はい、まあ、藤野選手が自ら決めに行ったこぼれ球をねしっかりと詰めていた宇津木留美選手ですね、はい、ホームの最終節で見事にこの今シーズン初ゴールをこのベテラン33歳の宇津木が決めました。まあ、この清水の立ちパスも素晴らしかったですね。そうですね、はい、そしてアディショナルタイムです。三浦、パスが全てですね。最後は菅野、気持ちよく決めました。このパスも浮き球も技術高いですし、菅野選手のトラップからシュートっていうそこの速さ技術も素晴らしかったと思います。ベストゴールに選んでいただきありがとうございます。あのゴールは、まず成美さんからあそこでゴロでもらうことはできなかったと思うので、成美さんがループパスっていう空間使ったアシストをしてくれたからこそのゴールだったと思います。と自分的には胸トラップでいいところに置けたので、あとはもう振るだけだったんで、本当にベレーザらしいゴールで、まあ点を取れたことはすごい良かったと思います。